芸能ニュース、始まります。大谷翔平、初の1試合2本塁打 &4 安打、敵地で2桁本塁打、盗塁、技ありュうとダイれバレ。インディアンス対、エンゼルスは、4、7、3日、クリーブランド、米大リーグ、エンゼルスの大谷翔平投手、 24は敵地でのインディアンス戦に、3番、DH で先発出場し、メジャー初の1試合2本塁打など5打数4安打3打点の活躍でチームの連敗を読んで止めた、初の3番起用で1回に10号先制ツーランを放ち、メジャー1年目で2桁本塁打に到達、3回に2打席連発となる特大の11号ソロ打を放てば、 8回には盗塁や勝ち越しのホームを踏むなどクリーブランドで大谷が主役となった。節目の一発がプログレッシブフィールドで飛び出した。1回1し1塁。大谷はクレビンジャーの96マイル。156キロの速球を振り抜く。高々と舞い上がった逆方向への発球はぐんぐん伸び。左翼スタンドに吸い込まれた。ベンチに戻ると、エグンナインから祝福された。 これで終わらない。2対3で迎えた3回一死だった。大谷はフルカウントから94マイルの速球をガツン。その瞬間、撃たれたクレビンジャは背を向けながら肩を落とす衝撃の一発で、打球はあっという間に宇宙間スタンド上段へ、MLB スタッツキャストによると、飛距離は443フィート、約135メートルだった。 同点で迎えた5回に c 一類の第3打席は2頃に倒れた。8回1死で回った第4打席は4番手のサワン・ペレスからサゼンダを放ちも打勝。続くプホルスの打席で2投した。大谷はこの後、フレッチャーの右翼戦的時2塁打で勝ち越しのホームを踏んだ。エグンはこの回一挙4点を奪い、7対3とリードした。 9回は先頭でウワンオテロの外角の変化球を拾う技ありの中前打を放った。1試合4安打はメジャー初。打率は2割7分2輪に上昇した。大谷の話。ホーム。の本塁打も気持ちいいんですけど。アウェーでもしっかり打てるののはいいことだと思います。こういう打席を数多く積み重ねていけるよう頑張ります。 チャンネル登録をお願いします。